We are here. WA Radio. WA Radio. 成沢義弘、アンドレア・ポンピリオ。実際だけどその厨房のあるお店店内の空気感っていうのはまあ当然緊張感あるけど、お互い例えばシェフ同士あるいはスタッフ同士で会話とかそういうのはあるけど、やっぱり世界中から集まってくるその強者が集まってるじゃない。当然ライバル意識バンバンだからね、まあ、本気で喧嘩してることもあるし、お互いのやり方だったりとか、だから、まあ、本当に俺の友達は、洗い場をやってたポルトガルのおじちゃんとおばちゃん、洗い場の、いつもそこに行って、そこは変なテンションはなく、まあベテランなの彼らが、もう彼らが一番長いのそのお店で、10年選手だから、で彼らもその見てるじゃん、今まで来ては去って、来ては去っての、で人柄も、ね、いい人たちなの、番頭さんみたいな、そう、ね、イメージ、ね、俺はもう本当に友達最初の彼ら、うん、でもうねやっぱりまあね本当なんだろうな、実際そういうところってヨーロッパってあるじゃない、うん、洗い場は、ね、うん、別にポルトガル人がどうじゃないけども、うん、まあ、例えばフランスに行けば、うん、ね、アフリカの人たちが洗い場やっててとか、うん、でそれも正直ショックだったしね、うん、最初はね、うん、一番最初は、あーなるほど、で特にアメリカや日本と違って階級だったりとかの、だからまたこれは意味が違って、そのアメリカのその差別的な感覚とは違い、うん、違うね、いわゆるきちんとその階級というか仕事自体専門業になるんでしょ、まあ、専門業っていう専門なんて プロ扱いでしょ、だけど、いやそういうかっこいいもんじゃないね、ああそう、やっぱりヨーロッパっていうのは、まあ語弊がないようにだけど、もうあなたたちはこれ入るべき場所、入らないべき場所、やっぱ分けられてる、すごく分かれてる、それだから差別として見てた、まあ、差別ではなく区別だよね、うん、すごく区別されてる、それは分かるでしょ、アメリカとはまた違うね、だけどね、でも分かるでしょ、分かる、ね、まあ、多分嫌というほど分かると思う、今以上に、うん、今から30年前といえば、いやもっと、もっと例えばさはっきりしてたよ ね、そうでしょ、例えばパリのルイ・ヴィトンなんて日本人入れてくれなかったじゃん、うん、はいはい、あなたたちは来る店じゃないわよ、そうだね、ね、今はさ、今はもうどうさだけど、いやもう日本人中国人いなかったらやっていけないじゃん、やっていけないもん、そういうもんだったね、いやそうよ、確かにそうでしょ、あの違うエリアに送られてたし、そうだ、今でもそうだけど、レストラン入ってもテーブルがちょっとなぜか違う場所だった、まとめられるよ ね、アジア人はアジア人でまとめられる、いやもっとね、これもっとねぶっちゃけの話すると、うん、ジラルデは1日1組しかアジア人入れるなって言ってたの、うん、はあ、雰囲気が悪くなるって言って、そうね、だから想像できる、それだけど、まあ、そういう時代よ、それだけど実際現場にいてそれを聞いてどう感じた、いやもろ感じてたよ、うん、だからもうアメリカでの差別とかではない、うん、逆にもう同じ土俵に立っちゃったから、うん、彼らと、うん、もう勝つしかないなと思った、うん、でもっと言うとね、最初俺は名前で呼ばれてなかったの、最初フランス行った時現場で、どういうこと、黄色って呼ばれてた、うわ最悪、いや今最悪と思うでしょ、だから彼らは別に差別的な扱いではないんだ、完全に差別だ、あ差別として使ってた、うん、いやただ上の人がじゃないよ、同じ年代のやつ、あもう土俵に立っちゃうからライバルじゃん、はいはいはい、でみんな人間できてるわけじゃないじゃん、みんな10代だもん、まあそうだね、もうカリカリしてるもん、ね、特にフランス人なんてものすごい気性荒いから、あなんだこいつみたいな、で俺のことを、ね、ジョンヌ、うん、フランス語で言うと黄色、イエロー、ジョンヌジョンヌって、俺は最初フランス語なんか分かんないから、うん、何言ってんだろう、まあ、ジョンヌ、うーんと思って家に帰って辞書で調べたら、ね、俺も、ね、最初間違えてジュンヌっていう言葉があって、うんうん、若いっていう言葉があるのね、ジュンヌって、ね、
あ、お、若造って呼ばれてんのかって、それでもカチンときたんだけど、ああまあでもいいかと、あでもあいつ俺より下だなと思って、あのヨーロッパは仕事始めがもう13ぐらいから現場に入るからね。そっか、うん、もうその道に入るやつは、ね、うん、だから俺より年下がいっぱいいて、そいつらがバシバシやってるから、うん、もう闘争心こっちもむき出しで、うん、ね、でまあそこである程度俺も結果出したから次の店紹介されたんだけど、うんうん、でそこでね、まあ本当にある日もう一回よくよく慣れてきた頃に、うん、あ俺黄色って呼ばれてたんだと思って、あ、頭切って、うん、これはこいつに負けるわけにはいかないと思ってガンガン頑張ったら、上の人がある日はっきり言ったの、その、フランス人に、うん、お前バカにするなと、この日本人を、お前より仕事できるぞってはっきり言った。来た。そこから俺は思ったの、あ、実力の世界なんだと思った。やれば認めてもらえるんだって思って火がついた、うん、バシッと火がついた。じゃあ、だからあの吉野の前でそれ言ってくれたんだね、上の人がね。そう、もろ言った。うーん、そいつが露骨に俺のことを黄色黄色っていうのはずっと聞いてたわけ、ね、だけど流してたけど、うん、俺がやるわけじゃない、うん、徹底的に仕事でスピードと正確さでやり始めたら、はいはい、ビシッと言ったね、お前そういう、ね、失礼なというかバカにした呼び方するなって、お前よりこいつの方が仕事できるよって。うわ、その時にスキッとしたね、うんうん、うわそうなんだ、差別じゃないんだなと思った、うんうん、やれば上に行けるし、うんうんうん、このう、ね、あの上司というかトップの人たちは実力で人をちゃんと見てくれるなと思って、うん、ここはやりやすい国だなと思って。当時他に日本人とかいた？いない。いない、うん、いない。そこもそんな簡単に入れる店じゃないから、じゃないからね。でだけどその後ジラルデに行ってまたどん底に落とされたから、でも前のそれがあるから、経験が、うん、やれば認められるっていう経験があったから我慢できた。救いがあったんですね。我慢できた。ここやるしかないと。いやもう本当にやるしかない。よく2年我慢したね。だけど我慢つったらあれだけど、やばかったよ。だけど学ぶことは学んだ。いやそれがまた面白い。その時は分かんなかったの、何が自分に身についてるかは。ただ必死に周りについていくだけでしょ、うん、ところがやめて次のお店に行ったら、その次はね船で仕事したの。あのなんでかというとイタリアに行きたくて、もうそこ で、うん、でまあ、遠くはないね、そこからすぐパッと遠くないし、うん、スイスのその店はイタリアの食材、イタリアの料理をバンバンやってたの。リゾットとかパスタもどんどん出してたの、ジラルデは。なるほど。大好きで、ジラルデという人が、イタリアが、イタリア料理が。別にイタリアベースではないんだけど、もうなんていうのかな、もうその時代では珍しく、まあ、そう、うん、その時代は、まあ、やっぱりその頃はまだフレンチなの、イタリアンなの、中華なの、うん、日本料理なのしかなかったけど、ね、でも今思えば彼はもうすでに自分のスタイルの料理をやってたんだけど、でまあそこをやめました。でイタリアに行きたいから少しの間パリでステイしてたね、うん、だから次のイタリアの仕事を見つけるまで、うんうん、あ探してる状態なの、ね、探してるっていうよりは、まあ次に実はモナコで仕事をしたくて、うん、それ、まあ、なぜ？やっぱりその当時アラン・デュカスという、あ今ももちろん健在でトップですけど、デュカスに入りたかった。アラン・デュカスがすごかった。すごかったって言っちゃ怒られる。すごい過去形だった、ね、いやいやいや、すごい、うんうん、本当すごいの。料理から何から、その当時のモナコのルイ・キャンズっていう、うん、オテル・ド・パリっていう、うん、ちょうどねミシュランでいうと2つ星から3つ星になるかならないか、うん、なったかっていうぐらいで、うん、夢のような、食べに行ったのね、食べに行っても、もう夢のような食事、吹っ飛んだ。でモナコだから当然イタリアの影響は、ね、地中海料理とはいえ もう本当に、そうそうそう、もう半分イタリアンと言ってもいい、うん、いいところ取り、うん、イタリアンのいいところ、うん、フランス料理のいいところ、はいはい、全てで地中海料理でしょ、うん、ものすごい。だからもう今でも
今までの人生での食事だったりその料理として料理人としてアラン・デュカスっていうのはトップ5に入る、はい、うん、はあ、で、はあ、うわここで仕事したいと、うん、でまあもう憧れちゃったのもうこれだとここだと、そうでね、まあ正直その気づいてはいないけどジラルデで働いてましたっていう言葉がいかにすごいかっていうのも響くんだ、びっくりしたね、水戸黄門のあれじゃないけど、ね、